私は国勢、リーウエ七世のユーヘンよ。変革の時は来た。千年続いてきた秩序は、ついに終わる。この歴史的瞬間を、私と共に見届けるわよね。無駄な時間を過ごしてると、仕事が終わらないわよ。休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。冒険も商売も、チャンスは一瞬なの。 すごい大雨。困ったわね。そもそも、昨日終わるはずだった仕事を、どうしてあの人たちは今日まで引き伸ばしたのかしら雷は怖いものだけど、リーウエコーの飛来と防火対策は一流だから、心配無用よ。大丈夫。旅を続けましょう。この程度の雪、気にする必要ないわ。いい天気ね。 仕事も一段落したし、買い物にでも行こうかしら。おはよう。朝の状態は一日のよし悪しを左右するわ。だから眠くても元気出して起きるのよ。私にはお昼休みの習慣がないの。でも、もし疲れてるなら休んでもいいわよ。三分後に起こすから。夜が訪れ、灯火が灯る。 <laughs> 今日も穏やかな一日だったわね。おやすみ。いい夢を。私えっと、あと10件仕事が終わったら休めるわね。自分が正しいと思ったことなら、声を大にして思い切りやるの。これが私が今まで貫いてきた人生の理念よ。私の本職は、 土地管理と建設よ。リーウェは人が多くて、領土が広く、資源も豊富だけど、計画性に書いた事業で目先の利益に飛びついていたら、手痛いしっぺ返しを食らうことになるわ。千年の歴史があるリーウェにとって、一番重要なのは何だと思う帝君いいえ、私はそう思わない。だって、 我々人類は自分の力で今まで生きてきたのよ。なのに、彼は選ぶっていろんなことに口出しする。はぁ、あ、言い方が悪いかもしれないけど、彼って本当に何でも知ってるのリーウェの様々な事務に携わってから、初めてテイ君の苦労を痛感したわ。最近、問題にぶつかるたびに、テイ君なら、 どうするかなって考えるようになったの。もしかしたら、本当に彼は何でも知っているのかもしれない。<laughs> 私ったら、まだまだ甘いわね。君のことは気に入ってるわ。神のことを100%信じることなく、猛獣もしない。自分なりの考えを持ち、問題を提起して、答えが出るまで、 模索し続ける姿勢が素敵よ <laughs>。恥ずかしがることないわ。それこそ正しい生き様だもの。だって、神が過ちを起こさないなんてこと、誰も証明できないでしょそう難しくないから、試しにやってみればわかるわよ。それでもダメな場合 <laughs> うんうん。君は、 私の期待を裏切ったことないから、絶対いけるはずよ。私が甘かったわ。帝君みたいになるなんて、私に、できるかしら。えうん。確かにそうね。他のことには自信が持てるのに、こんなことで悩んでいられない。悩むよりも行動するのみ努力し続ければ、 いつか彼にだって追いつけるはずよ神の目は神に認められた証だってみんな言うけど、そんなものいらない。まるで今まで私がやってきた成果が神のおかげだって言われてるみたいじゃない。<laughs> ああもうムカつく自分が努力した結果であって神とは関係ないって言うのに帝君は私に常人を超えた力で みんなを導いて欲しかったのね。<laughs> たとえ神に認められていなくても、私は仕事を全うできるのに。<laughs> 待ってなさいよ。彼の期待に応えてみせるんだからリーウェイ七世の仕事以外に、私は公益活動もしてるの。ほとんどの活動でいい反響をもらったけど、毎日の勤務時間を、 二時間増やすっていう活動だけは大勢の人に反対されたわ。時代を追い越すような提案だったのかな。今度は一時間にしよう。帝君のグッズ私の部屋にそんなものがいっぱいあるとでも私はもう子供じゃないのよ。だ 確かに最近、新しい帝君の土偶を買ったけど、あれは自分自身を律するためであって、崇拝とか憧れとかじゃないんだから勇気があったから、鳥が空を飛べるようになった、というモンドの物語を聞いたことあるわ。でも、果てしない空への昇景があったからこそ、彼らの翼を羽ばたかせ、勇気が生まれたんだと思う。 私にとって、リーウェは、その果てしない空と一緒なのよ。あの王女堂の先生、確かに博学多彩で、尊敬に値するわ。それに、彼の考え方は、低空に似ている気がするの。もし彼が、もっと自分なりの見解を持ってくれたら、きっと私の力になるはず。そうなったら、彼をそばに置くのも、悪くないわね。 あの船長はいつもルールを無視するし、豪快な性格にも頭を悩まされるわ。でも彼女の南十字武装戦隊はリーユエにとって欠かせない存在なの。ルールと利益、その均衡を保つ術はまさに芸術ね。<laughs> ああ、ただ法を担当する天智エにとっては悩みの種でしょうけど。 彼女とは同僚よ。でも、反りが合わないの。彼女にとってリーウェは、所詮ただの商売の場所。金儲けのためなら、彼女は何でもするわ。本当に理念のない人よ。うん。それとも、それが彼女の理念なのかしら。帝君がいなくなって以来、私たちはいろいろと共通の念を持つようになったわ。 珍しくね。以前の私は彼女を偏った目で見て評価していた。でも、この時勢になって根本的な理念が違っていても彼女とは戦友になることができたわ。とは言え、明星祭の瑠璃新月は私が3ヶ月も前に予約してたのに <laughs> 実際にお店へ行ったら、 彼女が2倍の値段でここ数ヶ月分の瑠璃新月を買い占めてたのやっぱり彼女とは、反りが合わないわ私も彼女のロックには興味があるの。伝統文化と比べたら、確かにちょっとうるさいかもしれないけど、私は別に気にしてないわ。いい音楽はいい音楽だもの。もっと広まるべきよ。白術先生の医術は、 住民から信頼されてるわ。もし難病にかかったら、彼に診てもらえば間違いないわよ。ん変な噂一つだけ知ってるわね。白術先生が処方する薬は本当に苦いの。子供に限らず、私にもその覚えがあるわ。万民堂の若いシェフね。彼女の才能は認めてるけど、 腕前はまだ不安定よね。以前、彼女に宴会料理を作ってもらおうとしたんだけど、トカゲとスライムの料理を試食して、私はその考えを捨てたわ。話には聞いたことがあるわ。メーカーの出なのに、彼は一族の事業よりも、義境を重んじるって、素敵な人だと思う。一族の縛りを捨てて、 自分が正しいと思うことを貫く人は滅多にいないもの。伝説の少年仙人ね。人が世を治めるようになって、彼も肩の荷が降りたことでしょう。人類はもう守ってもらう必要がない。たとえ厄介な事件が起きたとしても、私たち人類は自分たちの力で何とかできるから。一体帝君が何をしたのか知らないけど、 カ羽ンがあんなにも忠誠を尽くす理由がわからないわ。けど、自分の考えを持たない人にも、いいところってあるのよ。例えば、不満があったとしても、何も言わず指示に従うとことか。最近、私一人じゃ決断できないことがあったら、彼女の意見を聞きに行くの。彼女はリーウェで最も低空に詳しい人だからね。はぁ、あ。 昔、彼女の目の前で、帝君の悪口を散々言ってしまったことを思うと、なんだか申し訳ないわ。幸い、彼女は特に気にしてないみたいだけど。もし、和友茶館の前を通るときに、大勢の人が集まっていたら、それは、運んが演出する、舞台がやっている証拠よ。 運金のためだけに茶館を買収しようと考える商人も少なくないの。帝君がいなくなって以来、リエーウェコの未来をどう描いていくべきかずっと考えてるの。帝君がこれまでにしてきたことや、別の神々の統治の手段も調べたわ。でも、隣国のモンドはちょっと変わってるわね。あの風神のやり方で、 本当にモンドは、この先も反映できるのかしら。私にとって法律は、過去に起きた正しい出来事の要約ね。けど、時効という欠点も持ち合わせているから、まだまだ改善の余地があるわ。リーウェが変革を遂げようとしている今、法律に詳しい人材はいくらいても足りない。もしエンヒが私の助手になってくれたら、 厄介な案件をたくさん解決できると思うわ。私のことを知りたいのいいわよ。じゃあまず、U 変の仕事に関する理念を教えるわね。この100以上に及ぶ重要項目を覚えたら、きっと私の理想を知り尽くすことができるわよ。すべての物事は、一つ一つ繋つがっている。もし一つのことがダメになったら、 それに関連するすべてのことがダメになるわ。だから、今日のことは今日中に終わらすっていうのは、私がせっかちだからじゃなくて、遅れることで物事が台無しになるからなの。礼儀にこだわる必要はないわよ。言うへんと言っても、ただの肩書きに過ぎないもの。私の身分なんて気にせず、本音を言ってちょうだい。 物事をはっきり言うところが、君の唯一無二のところで、そして私が一番気に入ってるところなんだから。君と一緒に冒険して、結構な時間が経ったわね。君こそが、私の理想の人だと、ますます思えるようになってきたわ。んそんなに驚くこと私が理想とする理由へを築くには、 君は欠かせない存在よ。帝君の土地に人類が生きた証を残すことは、やっぱり簡単なことじゃない。でもね、君と約束したいの。新時代のリー・ウエコーが生まれた時、私に会いに来て。見せてあげたい。君との時間と、君の支えがあったからこそ、できたことだろうから。 デザインも生地も商品の種類も多種多様。それが買い物よ。うーん。この魅力はたまらないわね。確かに、リユへの人の生活水準はどんどん良くなってるわ。でも、怠け者も増えてるの。ああ、もう。 リーユエ七世が頑張って暮らしを改善しているのは、この怠け者たちを養うためじゃないのに。食べ物にはあまり執着しない方なんだけど、あのエビのポテト包み揚げだけは忘れられないわ。たった一つ食べただけで、口の中が幸せで満たされて、たまりに溜まったストレスが一気に吹っ飛ぶなんどんな料理にも、 理想的な味があると思うの。だから、それ以外の味を私は一切認めない。例えば、塩味の杏仁豆腐とか、甘口のハスのみ入り茶碗蒸しとか、食べ物を粗末にしないでほしいわ。お誕生日おめでとう。君に特別なプレゼントを用意したわ。普通の明かりに見えるけど、雷元素をちょっと加えれば、 長時間光るのよ。明かりが必要な時に使ってね。目標を定めて、日々努力を重ねれば、いずれ成長するのよ。よかった。これで臨機応変な対応が必要になった時の選択肢が一つ増えたわ。昨日の経験は、明日の力になる。この全ては、君と共に手に入れたものよ。君と共に旅をして、 いろいろと勉強させてもらったわもしね、いつか私が理想の終着点にたどり着いたときその時は君も私のそばにいてくれるかな